ビデオオプションボリューム22、めでたくもまたお会いできて感謝感激。ではスペシャルプログラムをどうぞ。もうふわふわの枕だもの、もうたまりません。ケロちゃん、なになに、ゴータル、ゴータル指輪ね、ゴータルよ。ネックレス買ってる、買ってる、シャネル、ゴーチャル、ゴーチャル、スーツ、ゴータル、ゴータル、ゴータル、私にはマンション、マンション買ってあげる、もう、ね、ヨーロッパいないの、ヨーロッパ買ってあげる、買ってあげる、私はポルシェ買って、ポルシェ買ってあげる、買ってあげる、職人さん、これどっちに入れないから、ゴーチャル、ゴーチャル、お客さん、あのもうお父さんは特に始まっておりますけどね、お客さん、あのもうほっとというから終わっちまうですが、もう始まって、うん、青年、ありがとう。お客さん、入場券買っていかないんですよ、入場券、入場券、1993年東京オートサロン、迎えること11回目のこの新春ビッグイベントが日本の車業界をリードするという、3日間で20万人もの観客を動員する、その人気の訳は一体何なのか、その訳を探るべく我がビデオオプション特捜班はオールスターキャストで臨んだのである。ギャルもムハハハハ、めっちゃ、いやー、どこもすごい人だかりっすね。チューニング親父たちがいますよ、4人も。皆さん、始めます。はい、登録ありがとうございます。今年はね、もうかっこいい車作ったもんでね、まあできたら若いギャルを乗っけて遊びに行きたいですね。去年のなんか、去年の抱負とほとんど一緒ですね。全然変わってませんね。いや、だんだん年は若くなるんですよ。槙原さん、いや、僕も今年アバさんに見習おうかなと。今年は僕は中学生に行こうかなと。アバさんに見習おうかなね。車と関係ないじゃん、あんまり。でもサーキットやるとか言ってたよ。サーキットやりますやん、今年。でも腕悪いって噂なの。向井さん、いや、腕の悪い、車でカバーして。アバさんから聞いたもん。アバさんが本に書いてるから。チーネチョコレート。やっぱりスニーカーって美味しい。お父さん、お話しください。家だったよ。じゃあ、この前なの？やっぱり中南もただの人でした。わ、1コーナーのリンです。今こうやって私1台1台丹念に診断してまいります。今回はですね、私香港からわざわざ、ドクターリンとしてやってまいりました。これからいろんな車をですね、診断してまいりたいと思いますので、それでは行ってみましょう。ドレスアップカー部門の車両がいっぱい展示してあるこの2階にですね、来ましたので、この辺を1台1台ちょっと、こちらがアリスト、渋いテールスポイラー、そして、リアのバンパーも変わってますよね。非常にいいまとまりがありますね。そしてマジェスタ、エボリューションマジェスタ、こちらはクラウン、この辺も非常にそつなくまとめて、派手さがないといったところ、この辺が今年の、流れでしょうかね。
こっちの方は HK 関西ということでエンジンのチューニングだからね、エンジンの方を見ないといけないよね。なるほど。こっちがユーノス、こちらのエンジンの方を、さすがといった感じ、綺麗にまとまった HK 関西のエンジン。さあやってまいりました。こちらはブリッツのブースです。今年もうこちら後ろの方にもね、バーンとこうブリッツって書いたすごい GTR も置いてあります。やっと9秒台出ました。これはあ、これ10秒切ってしまった04か。あ、そうですか、はい。でこちらの方にもいろいろとね展示してますし、こちらにタービンキットと、はい、まだ今年も本当に勢いが盛んブリッツはまだまだもうどこまで行くのか分かんないけども、やるぞ、やりますよ今年は、っていうあれですよね。そうです。でもまあとにかく今年のブリッツの一番の抱負としたら、売っていきたいものは、今年ははっきり言って自転車です。今年のキャッチフレーズはですね、はい、自然に優しく環境を大切にこれです。セブンが多いですな。これもセブンですね。ニューセブンですか、これはでも旧型のセブンですね。チューンドカーっていうのはやっぱり新しいものをチューンドするのもいいんでしょうけども、古いものをこうねずっとやっていく方が本当のチューニングカーっていう気がするんですけどね。やっぱりセブンもこうやって見ると全然わかんないもんな。で相変わらずやっぱりセブン人気が続いてます。はい、オートサロンといえばまずアマさんとこは外せないべ。 FD は PA45 のどでかいタービンを乗せ460馬力を発揮。テストが楽しみだ。こちらトータルでバランスよく仕上げた作りを見てください。 FDUS 仕様をベースにアマさん流チューンを加えました。昨年のボンネビルでは不運なクラッシュに見舞われたレーシングビートは新型マシンで今年のトライアルに参加する。ダウンフォース重視のフォルムに注目。目標はあくまで300マイルオーバー。さあやってきました恒例の真冬の矢田部テスト。筑波卸が寒いなんて言ってられない人が一人。オートサロン出店チューンドカーを昭和の激走親父大ちゃんがバッタバッタとぶった切る。全国チューンドカー今年の出来栄えはいかが。残暑大会カッコだけではわからないチューンドカーの本来の姿の走りをチェックするため、大ちゃんがみんなに代わって40台も試乗するという年寄りには無茶な企画をお届けします。まあ、僕はずっと中央で乗ってますから、誰々のところでは判断できますから、そこを待ちにもらってやるしかないと思います。だから今度例えばこれがもう50台50台とやってくると、やっぱりどっちかかるかまたしないと、もう限度に近いですね。今年 のエントリーしてる車はだいたい今これしてるだけで40台ぐらい。去年新型車があまり出てませんから、一昨年出た車をじっくりと1年かけて作り込んだっていう車が多いですね。だからだいたい総合的にね、トータルにだいたい仕上げていこうという車です。もう最近はあんまりもそのスピードじゃありませんからね、どうやって作っていくか、その総合的なものをどうやって作っていくかが今年のテーマですけども、結構それを選んでいくのは難しいです。手始めはエヴァの5ナンバーカプチーノ。デビューから2年越しの成熟度は大ちゃんも丸。エヴァのカプチーノタービンを変更してブースト 1.4 ぐらいで、原曲ってかなり楽しい車です。そしてお次はドラテク磨きには安くてよく走る車ということで、ジャムスターレット公認車だ。なかなか足だけでも楽しめるというシャープなステアリングになってますけど、その代わりやっぱりタックインとかそういうのがそのままそういうのでうまく使って走るような感じになってますから、動きはやっぱりかなり急激な動きがします。ジュンの GTR です。どうしても1.6で、もう9歳ぐらいまでビンビン回るようなエンジンで、速いです。もうタイヤがグローバーでは持たないぐらいのパワー出てます。ただしコーナリングっていうのはやっぱちょっと足がちょっと弱って感じが、横には弱い感じがしますね。あと3時間30台1時間1時よくないですよ。
大ちゃん3台乗るとニコチン切れちゃうんだからん。就任か生かすも殺すもドライバー次第ということで、松原マカオ号はやっぱりスーパーマシンだった。稲田さん、次もお願いします。こっちもお願いします。こっちも、こっちも、こっちも、あ、こっちもお願いします。使い切ってない感じで、ということで、さすがの大ちゃんも参ったと言ってしまう毎年恒例のチューンドカ一気乗り。タバコ吸おうと思うと、お茶を飲もうと思うと、うんこしようと思うと、次から次へと準備されるマシン。他にこんなことする自動車評論家なんていないんだぞ。まあ全体的に今回のやつはなんかもう車もじっくりと作ってきたという感じがありまして、トータル的にこうちょうどいいような車が多いですね。スープラなんかが意外と中輪化らしい車に仕上がってきていて、ちょっと最近の傾向と違って面白いなっていうのがありますね。こういうのはやっぱりこういういろんな車乗ってみて初めて分かることで、トータルバランスっていうのかな、そっちの方ばっかり行くと思いますね。あと公認とか、あとは FD 関係がやっぱり一番多いんですけども、まあ、FD の場合はパワーも上げなくて足を決めていく方が一番ベストかなという気がします。そんなところですかね、今年は。大ちゃん、本当お疲れ様。よし、行こうしよう。疲れた。すいません、火貸していただけますか。いいよ。なんだよ、難波君かよ、君は。あれあれあれ、何やってんだよ、大二郎さん。何してんですか、今日。今日俺のベスト10選んでんだよ。あ、ベスト10、うん、来ましたよ。そうでしょ、これもう、用意してんの、ほらほら、もうちゃんと用意してある。じゃん、日向大二郎が選んだベスト10。これ持ち歩いてるんですか。そうそう、大変ですね。これ持ち歩いてるんですけど、大変なんです、結構。行こうか。はい、じゃあ10位からお聞きしましょうか。よし、じゃあね、俺の10位ね、じゃん、インパルマーチ、ね。まあこれはね、これはね、まあほら、もうマーチ話題の車だから、今年のね、ね。みんなほら、あの大きな車ばっかりの中でさ、1台だけ小さいやつ、可愛いやつ、ね。これマーチはね、あのほら、あのいろんなあのカーボンオブザイヤー取ったからね、だから今回これで4冠王なんだよね。もうこれだけあればもういいっていう車ですからね。これからの車でね、安上がりでね、面白いですよね。次5か、次第9位、じゃん、ね。はい、これはね、ES スタイリングシルビア。シルビアも今年多いんだよね。多いけども、このシルビアはね、ちょっとあのオーバーフェンダーの作り方が違う。どう違う。見てね、こうじゃない、こういうね、リブがこうね、リブを使ってなかなか変わったやつ、変わったシルビア。なるほど、ちょっと大きめになってる。だからこれ面白かったよ。第8位、ジャン。第8位か。お、ヤーズユービート。ユームビートね。これはもうフロントが全くビートじゃない。フロントが違う、全然違う、全然違う。これはね、これはもうなんかわかんないな、だな、車じゃないみたいな感じよ。車じゃない。車じゃない。ビートってのちょこちょこ多いんだけどもね、ここまであったビートはない。ない。これが初めて。オプション2用ビートありましたけどね、あんなのまだ半端半端。次行こうか。はい、第7位。7位、じゃん、じゃん。これワイズマーク2。これマーク2が今年の狙い目よ。そうですね、これはなかなかね、上から随分来てますから。これもうバカッパやセダンね。今まであのこの工場セダン系統はね、やっぱ昔のあの今ブランチとか ね、それとか、まあ、あのマジェスタとかタそうあるけども、買ってるんですか。そう、なんか大ちゃんがマークス似合わないって言うけどね、そこじゃないとこ見せてあげるからね。俺がマークスか。そう、バルバルやマークスはここでなるんだ。そう、第6位、じゃん。これだと分かんないんだ、ほら、はい、ドナーゲローレライ。これが、これは全く分かんないね。分かんないでしょ、これ何も。これじゃドナーゲっていう、だから脇毛とはちょっと違う。そうだろ、分かんないろ、これじゃ、ここをね、ここをと取る、じゃん。あ、ね、これ19万ってことはベンツ。ベンツですね。ね、本当はこれね、ベンツ19万じゃないと思った、これ。これは俺300位だと思ったんだけどね。
ほら、心が怒っちゃうんだよ。知ってるローレライって。心が怒んないでしょ。ほら、お前らラインガーだからね、ラインガーは。ドイツの。ドイツの。ドイツのラインガー、ローレライ。ね、だからね、これ人魚見たもんだから。これは何だろう。そう。どうかローレライがないかっていうのね。だから今回はこれもね、こういうセダン系がね、今年早いんじゃないかと思ったんだよね。うん、だからこれはもうベンツで金高いから、ここら辺でこう改造していくといいんじゃないかなと思うけどね。でもこれもさっき言った第7位のマーク2は結構ね、うん、まあ狙い目だと思うよ。ダイジャンも買ったっていう、うん、狙い目だと思うよね。なるほど、これこんなもんだよね。あれあれあれ、何ポケビルかなって。失礼、ジェニファーが呼んでるんで。ジェニファーって誰？ジェニファー。ええー、というわけでですね、最近鳴りを潜めていたパンク鳴川がですね、今そこで会うとですね、こっちだこっちだってね、また引っ張ってこられました。はい、何の用ですか一体？はい、ナムさん聞いてほしいんです。もうこれ来たくないけど聞きましょう。これですよ。何パンク鳴川が選んだナンバーワン。これどこがいい？どこがいい？車とですね、うん、この乗ってるこちらの方が、うん、これセットじゃないと。標準装備。標準装備。サリーちゃん。そう。サリーじゃない。ゼロゼロない。あ、ゼロゼロ。これこれ分かった。これは、生クリームをこうカシ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 。そう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 。あのボール。ボール。ボールがこれ裏返ってこれ張り付いてるだけという、ね。すごいですね。このバキュームはどう？バキュームこれも多分これなんか穴開いてないんじゃないかな。地毛ですか？地毛。地毛。俺と一緒だ。実はだからこれをセットで選んだのは髪の毛が似てる。これが一番。標準装備だってとかなんて言えませんね。そう、なんとも言えませんね。というわけでパンク成川が選んだ。ベストワンでした。はい、さすが成川。当分会いたくない。相変わらずの人気、ユーノスにズームイン。エアロパーツでまとめてみました。こちらもエアロでバッチリ決めてみました。ただし、エンジンもノンターボの 13B を積む。さすが、やるね。オフトの五感が独断で選んだ編集部ベストワンがこのマシン。変身が得意な AZ1 の特徴を生かして可愛く変身。ギアのエアの流れも良さそうだべ。さあ、そして次に診断する車、続々と診断してまいりますけど、こちらがアペックスの FD。 外見はご覧の通り紫のラメ入り。そして内装の方はというと、うわ、派手、黄色、背景紫、中黄色というすごいコントラスト。いや、派手ですね。まあこれもいいでしょう。さあ、次の車を診断してみましょう。続きましてインパルブースにやってまいりました。これから星野さんに会いたいんですけどもね、混んでんですよ。でもこの中入っていきますんで、星野さんに会ってくれるかな。こんな格好でな、星野さんな。今ね、本当に忙しい、もうサインの中なんですけども、今年もおそらくレースの方もなかなか忙しいと思うんですけども、こちらのインパルの方も、ね、忙しいね。忙しいですか。マーチよりもシーマーもかけてますからね。はい、まあ、Z からスカイラインから全車種プリメーラから ね、はい、揃えてるんですけど、去年と一昨年ね、3000ちょっと調子悪かったから、はい、あ、レースの話行きましょうか。まあ、このままじゃいられないしね。はい、まあ、あと後継者に渡すのにもね、まだまだ、あの、もうちょっと土台作ってからじゃないのね。韓国さんの今度はあの靴を貸したいって。そうですね、ぜひ小島さんに韓国さんの格好させたい。この通り、この注射器なんて感じるものがあるね。これどこ使うの？いや、これは、いや、これで車をちょっといろいろ診断してるんで、使わせて、いや、あの、小島さんに渡すと、ビシュッとやればいいんで。イエイ、すごいぞ。やっぱり若い子いいですね。いやー、ジュリアだ、ナンバーワン。足回り最高。足回りもいい、すごい、すごい。そこで先ほどのベスト10の続きはどうなりました？あ、ちょっと待ってね、仕事しちゃうからね。あ、じゃあ、アドバンク FD3S。 アドバンク FD3S、ええ、これはもう今回はね、もう FD3S がたくさんいたんだけど、ええ、これはなかなかね、やっぱりあのほとんどヨーロッパスなんだけども、なかなかね、決まってたよ。エアロは派手、こんな感じね。じゃあ第4位、ボリュームあったね。第4位ね、じゃん、前傾スーパーアレスト、はい、もうこれもいわゆる僕の今年の路線のバカッパやセダン路線ね。それのまあナンバーワンアレスト。このアレストがまたこれ、またこれ、またこれもまたこれもののド派手。しかもスピードがありの、スピードはビンビン、ビンビン300キロ楽でるね。これだ、これだ、もう
も言うことないですよね。もうあんまり速いとでも、どっちかっていうとこうジュリアのアリストって感じ。ジュリアのアリストって感じ。これもうまた行くの。もうさっきと全然違いますよね。全然違う。乗りが全然違います。違う。あれちょっと待ってください。待ってくださいよ。またポケベルだ。またクリスチーヌですよ。今度はクリスチーヌです。今度はちょっと待ってくださいね。すいません、クリスチーヌ、クリスチーヌ、いいのこれが。さてこちらにはホイールがいろいろと並べてありますね。レース用のホイールといったところで、こちらはホイール屋はレイズですね。レイズの前カタログ、あ、くれますね。はい、こちらがカタログで、やっとお姉ちゃんが登場したということでね。まず3サイズは内緒です。電話番号は内緒です。さあもうこのコーナー終わりです。行きましょう次にね。そしてホイールがいろいろとありまして、ね、こちらの方は終わりで、こちらに来ますと悪魔の Z、 意味が分かりませんね。ほとんど悪魔の Z というさらには悪魔でも潜むようなものなんでしょうけども、この辺もまあこういったところがあると、そこでさらりと流しましょう。古いやつから新しいところを早回り、数あるドレスアップパーツの中でまとまっている Z、こちら無限の人気一番は NSX シリーズ。カーボン素材をふんだんに使って大胆にイメチェンしたマシンは完成した一台だ。ワイドボディの NSX-C はカーボンで構成される。とっても精悍、市販化も楽しみ。回るエンジンでももっとパワーが欲しい、というわけで NSX もパワーチューニングの時代だ。あの新倉さんも皇室でサーキットを攻めまくるそうです。TD ツインのバリバリチューンド、エンジン周りはステンタコなど実に綺麗な仕上がりだ。それでは早速 RS 山本のブースに来ました。グロリア、展示してあるわけなんですけれどもね、この辺ちょっと今までちょっと雰囲気がなんか違うような気がするんですが、この辺は、そうですね、本来ですとアダルトな車なんですけども、はい、考えていることとか行動がまだ若いですから、はい、少しだから若者向きにね、はい、エアロやってみたり、あと少し車高も少し下げてみたり、はい、太いタイヤを入れてみたりして、はい、それだけじゃ物足らないもんでね、はい、エンジンも少しパワー上げてみようかなっていう感じで、基本はでもあくまでもそこのエンジンのここにありますね。うちはもともとはそうなんですけども、やっぱ今もうエンジンだけじゃダメみたいな感じでね。今ですね、おなじみ土屋圭一さんのですね、イマージのブースの方に来ていますけど、明けましてどうもおめでとうございます。私はこの前で大丈夫だと思うんですけど、トラさん、はい、やってますね。まあね、このナップに向かね、正月といえばトラだよ。圭ちゃんのとこもあれだね、なんだかんだ言って相変わらずすごいですね。人が人気だけありますね。また今年もやってんじゃないですか。持ってけやったんじゃないですか。やってるよ、もうみんな投げちゃう。話はその辺で置いといてですね、なぜここに来たかというと、ドリキン土屋が選んだ、ベストワンの車ということでですね、お話を伺おうと思って。これはもうもちろん K-Office の GTR はもとよりニュー MR2 を購入いたしまして、フロントスポイラー作りましたからね。いやかっこいいなんですよ、これが。めちゃくちゃかっこいいの、これ俺がデザインしたんだけど、これがもうかっこいい、本当にかっこいい、見てってよ。本当に、じゃあ絶対見ていきますよ。あらあらあら、ちょっと芝居ね。でしょ、松原、まだ生きてたんですか。いや、運転のコロさんみたいな人が来ました。どう、あげました、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、本年もどうぞね。いや、ほら、ケビン王さん。そう、ケビン王さん、今日来てるんですよ。オプションですけど。いや、本当にね、マカオではいろいろお世話になりました。本当に大賓宿のマカオでしたけど、去年はほら、マカオに観光旅行に僕行っただけだから。でしょ、ね、去年は忙しかったですもんね。今年がやっぱ今年はもう暇ですよ。去年忙しかったおかげで、今年はすごく暇みたいですよ。そうですか。よかったですね。でまあ、イカ天のもうクビだっていう噂も持ってますしね。そうそうそう、今年は海外に行こうと思ってるんで。そうでしょ、日本に行ってもしょうがないですからね、はい、もうこれだけ、もうこれだけ編集部にですね、ファンレター、全部松原に、ファンでこんだけですよ、みさん、本当ですよ、これ。何でたんだよ、なんて書いたんですか、それ。読んでみましょうね。これなんかすごいですよ。今後で面白かったところ、松原の予想通りの展開ぶり。ね、どういう点ですか。今後でつまらなかったところ、はい、お金の無駄。
マカオグランプリ。ビデオを見るとみんなそう思うんですか。松原くんから来てるんですけどね、同じ松原として情けない。丸かったなみたいな名字変えるか。困りましたね。これ記念に、ね、いやありがとうございます。これを持って日本から離れてください、はい、これを持ってね、もう僕は家宝にしてあの警備士さんと香港で暮らそうかなっていうふうに思っちゃいますね。いいじゃないですか、日本の人たちは、ね、はい、平和になりますよ。そうですか、オプションとしてはね、これが最後の仕事になると思うんです。あ、なるほど、はい、オプションの最後の仕事、はい、松原に頼んじゃおうっていう、はい、松原が選んだ今年の、はい、オートサロンナンバーワンはどれでしょうか。もちろんアバンティ、このままこういうのセブンでしょう。最後まで外しますね。ダメなんですね、自分ところの車は。はい、じゃあね、最後のお仕事ですから。わかりました、アクティブスポーツさんの093、あのユーノスロボスターと FD を合体させた あの車が僕は好きですね、はい、ブルーでしたっけ。ブルーのマシン、あれなら良かったですね、あれが僕は今回選びました、はい、どうもありがとうございました、はい、で突然お邪魔しましたけども、はい、これで会えないと思うと悲しいものがありますけども、いやまだまだまだ今年ね、いやその話は後にしましょう、はい、でした、はい、さようなら、そうじゃなくちゃいけないよね、せっかくオートサロンに行ったんですからね。もうすごいですよね、顔があって胸があってすぐお尻があるっていうことはないんですもの。どうも初めまして、失礼ですね、私ね急にもう、どうも初めまして。お名前は。ジョアンです。ジョアン、はい、いやあのお国フィリピンです。フィリピン、うん、My name is ケイちゃん、ケロシンナンバーよろしく。よろしく。ありがとう。非常に丁寧な作りですね。いい音ですね。音はあまり関係ありませんけどね。この辺の車はロードスターということで、非常にとんがった車。広いコルベットスティングレイ。いやあれですね。さあ次行きましょう。内装から外観までここまで決まれば何も言うことなし。さらにワイドとなったパンテーラ、エンジンはヒースブラックのブロックをベースに600馬力を軽く絞り出す。いや、やるもんだべ。まだかな。寒いな。結構並んでるな。並んでますね。お、なんだ、まだ広すぎかよ。結構混んでんだよ。危なきゃ。ちょっと待ってろよ。それです、あ、そうだ、ちょっと、バカ、さっきのやつ、さっきのやつやっちゃう、これ。はい、ね、はい、パッと早めに来ましょうね、パッ、はい、はい、はい、サイン、サイン、ちょっと、はい、ご存知、アリー浜宮、ブレスキューセブン、これ4というもね、はい、4代目ね。なるほど。これはね、ほら、去年のクローズドのね、こういうドアのやつね、あれをバーン、ぶち切って、コンバーチブルしたやつ。まあ色が派手だよ。色が派手。まあ派手さナンバーワン。派手じゃないですか。派手さナンバーワン。え？確かに、まあ、そのこれがやっぱ最高じゃないの？実は僕ね、さっき浜さんにインタビューしたんですよ。あ、そう。ぜひ来たよね。はい、もう見てみたい。どうもおめでとうございます。あ、どうも。と言ってもどれだけめでたいかわからないんですけど、ね。あ、はい。やっぱりすごいですよね、これ。派手っていうか大ちゃんが言ってた通り、ね、グリーンですからね。なかなかないですよこの色はね。これはまたどういうあれですか？やっぱりオープンカーなもんで、まあ、女性とドライブに行くと、また女性、カラステリアのサトライトクルージングもついてることだし、なるほど、オートマだしね、これがミソですよね。ベイブリッジバイドライブ行くと、これしかないですね。あ、今年の抱負なのか。今年のさっき言いましたけどね。いや、また改めてです。あ、そうですか。まあもっともっとね、かっこいい車作りますから、本当に期待してますんで、本当頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。どうも。続いて第2位は。はい、第2位、じゃーん、エッジケースですね。エッジケースコンプリート 3S。 これはコンプリートカー部門の最優秀賞ね。これはもうほら FD 多い中でもね、ちょっといわゆる合法車検だからね。それでいながらもうフロントはもうライト周りはもうカプチーノ表金、リアはもうあのテールゲートをこう、ノッチバックしてる。なるほど。もうサイドも違う。サイドまた速い。やれたなって感じ。ニーっていうのはまた下とはまたちょっと違いますよね。あのエッジケースだからね、やることは違うね。やることがちょっと違う。憎いですよね。ちょっと憎いね。悔しいぐらい憎いね。僕はあのエッジケースもちょっとまた行ってきた。そう。それも聞いてみよう。それも聞いてみよう。拝見したいと思います。お
かっこいいですよね。そう言ってもらえると、はい、どういう風な、GTR とか四駆の速くのもあるんですけど、FR ベースのライトウェイトスポーツのスポーツカーですね。はい、筑波で去年の暮れに走って1分2秒67っていうタイムを、はい、叩き出してますんで、実力もあると思います。はい、すごいですね。それでは栄えある第1位は何でしょうか。じゃ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 ん、ベルサイド来ましたよ。 GTR 来ましたよ。エヴァリューション3、これはね、ほら僕を選ぶだからね。ね、これショートは関係ないんだけど、いやいや僕を選ぶだから。なるほど。ね、個人的に独断と偏見ですからね。何でもないって。ほら僕はこの賞もらっても何ももらえないっていう。そう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 。僕はもともとすごい賞ですよ、ね。もともと絶対好きだって。今はもう GTR だからね。GTR 大ファンだからね。絶対も入ってると思ったんですよ。ね、これがね、これもね、去年のやつとちょっと違った。違う。ちょっと違う。もう後ろのバンパーがない。しかしこれね、これね、多分ね、ゼレオンもう10秒切るって言ってるからね。まあ、700生まれ行けって言ったらね。さすがですね。それだよ、それだよ、ナンバーつきよ。ナンバーつきよ。いや、僕だって一生できちゃう。そうだ、僕だって怖いな、乗るのは怖い。インタビューしてますんでね。どうぞ。GTR の今までのブリスターフェンダーの車のレーシングバージョンという意味を含めて作ったんですが、なるほど、シートなんかちょっと見ると、サンかなんかのカーかなんか。そうですね、これはあのピッグスキン、豚の子なんですね。はい、まあ、エンジンなんかもね、かなりハードにチューニングしてありまして、まあ、エボリューション1の今までのデータでね、かなりいい形で詰まってきたんで、まあ、今回は、1のエンジンをもっともっとね、まあ、煮詰めて、この車に乗せてあります。ですからタービンもボールベアリングでね、まあ、かなりいいタービン使ってるし、なるほど、はい、空力の面でもねかなり考えて作ってあります。さすがですね。はい、はい、第1位に輝きました。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。なるほどね、そういう結果が出ましたけども、ということで、ね、まあ、僕 の, ベスト10ってこんなもんだけど、今年の総評見たらどうですか。総評はね、やっぱりみんな出来がいいけどね。出来がいい、うん、出来がいいけども、僕はほら、まあ、出来よりもどっちかというと派手さ好みだから。派手さ、僕の選んだ10代は中でも派手なやつばっかり。シスコクイーンさん、そうそうそうもうあれでいこう。おい、ちょっともう開いたんじゃないか、トイレ。あ、開きました。ちょっと僕これもちょっと漏れちゃった。もう出なくなっちゃった。ちょっとどうぞ。やばいですね、年かもしれませんよ。いかがでしたでしょうか。駆け足でお送りしてまいりました93年東京オートサロン、車の華やかさとは別にバブルの崩壊の影響でしょうか、ギャルの姿がなんか、今年は今一つ派手ではなかったような気がして寂しくてしょうがありませんよ。では来年に期待しつつ、さよなら。なんか九州くせえな。ビデオオプション生かす走り屋チーム天国第2回全国大会。という感じ ですね、はい、第2回になりましたけども ね、全国大会もね、キャンギャル2名ですからね。そして今回のピットレポートは、あ、オプション2ビデオの吉村明夫です。よろしくお願いします。よろしく、よろしく。審査員はいつものようにドリドリこと私土屋圭司と松原英一でお送りしたいと思います、はい、こんな感じですね、今回第2回全国大会ということで、ゲストとしてどうぞ。前に来る前に、泉田はこいつです。皆さんご存知だと思います。ヤクタじゃありません。全国大会ということで模範をしなければいけない。大丈夫です、任せてください。手ぶらべ優勝者ですね、第1回の、今日はあと車がないんですよね。それでチームクロスの人が貸してくれるということで。優しいですね、九州男児は。吉田君は今回はA8。 えらい、君はえらい、なんか86の鏡みたいなやつだね。鏡です。ここまで言うやつがいるか。という感じですね、はい、全国大会、それでは行ってみたいと思います。というわけで始まった第2回イカ天全国大会。その決戦の場となった栃木県の那須エクスプローラーサーキットに全国各地の銀だこ野郎たちが集結。この全国大会はトーナメント方式の勝ち抜き戦、
朝一番の組み合わせ抽選からみんな熱い火花を飛ばしているぜ。個人部門のエントリーは54台、団体部門が6チームで参加総数は延べ84台だ。ドリパブコーナーは高速 S 字からヘアピン、最終コーナーまで超テクニカル。さあ、それではビデオオプションイカ展第2回全国大会ですけれどもね。はい、では最初の個人トーナメント行ってみましょう。みんな頑張ろう。まずは個人ドリパフォー1回戦、3台で対決して2回戦に進出できるのはたったの1台だけ。それでは1回戦の組み合わせを紹介しよう。三重のインジョージ、横浜の京村、岐阜の藤田の対戦。1番を引き当てたのはインジョージ。車速も乗ってる、早い早い早い。インもグリップちゃんとついてる。ほら綺麗、大丈夫ですね。アウトの出方も綺麗。南部市場で鍛え上げた京村純、これうまいよ。なかなかキャンバーもね、フロントキャンバーついてるね。すごいよ、グループ F でついてるよこれ。ねえ、ここはうまい。ここでグリップつかないとつらい。サイドで入って、グリップがつけない、まあまあですね。一応ついた、ここはうまい、ここはうまい。マッキーご推薦のカリーナ藤田。お父さんのカリーナですね。カリーナの割に頑張れ。あ、うまい、いいぞいいぞ。このラインも綺麗だね。いいね、うん、このライン綺麗だよ、ね、これはなかなかクリップもついてますね、はい、インジョージ君の勝ち。東の86軍対西の FF シビック。箱根7曲がりのオーバートツオをサイドから入りましたね。サイドブレフライ、ちょっとふらついたかな。ふらついてる。あー、クリップをつけない。あー、惜しいな。以下70。和田峠の秋山博文、ロウの木ですね。うまい。さあ、速度乗せてきたぞ。うまい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 。このままいけ、インチケ。よし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 、うまい。なかなかいいですね。コントロールしてますよ。ラインが悪いな、そこの。なかなか車速が出てたから、銀タコの90。岡山の FM 使い、原田。お、お、お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。今のまんま行けば。おしょ、お、うまい、うまい、うまいぞ。うまい。お、原田、うまい。今のはいいな。あいつ、ラインがめちゃくちゃですけどもね。回りました。元気がいいから、銀タコ90。90。でも秋山の方が良かったね。よし、オッケー。じゃあ秋山くんですね。はい。四国チャンプと関西チャンプが1回戦から激突。今回の調子は？あ、分からないです、まだ。子持ちドリフト浅野。やかましいですね、あれ。気に入らないですね。あ、出てきましたね、出てきました、出てきました。でもうまいよ。もうちゃんとイン舐めてるもん。うまい、綺麗。これはうまい。この S 字もうまい。いや、綺麗だよ。うまい。バンディットのホープ、青柳。さあ、来ました。お、フェイントで入ってきましたね。サイドブレーキじゃないですね。スピードはいいですよ、これ。いいですね。スピードは。怒ってますね。ちょっとうるさいですね。怒ってますね。最後の振り返しが続かないんですけど、86だと。あれ、ダートを落としてもいいんですかね。華麗な直撮り、鈴木よしや。予備校の英語の講師です。ああ、あいつだ、あいつだ。あれはうまいですよ。あれは、これあいつはうまいよ。これはうまい。これは期待できますよ。あ、砂出した、こいつ、減点。減点5。今ちゃんとクリップつけなかったね。つけなかった。でも、パワーあるよ、これ。うまい。おぉ、すごい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 。元気ですね。ファンサービスだね。それでは、お次は、おっと。10、11、12と MR2 が続きますね。ちょっと今日もうショックが抜けちゃってるんで、誰か一緒にショックを支えてくれる人を探してるんですよね。四国大会の個人2位ということですけれども、どうですか今日の調子は？ダメです。今日は最高ですよ。え、今日は最高です。なんか前の人に調子悪いって言ってるんで、じゃあここは一発で。あ、本当ですか。岸君も MR2 同士3台の対決だ。マリオカートで鍛えたドリフト。これ審査ポイントですよ、ここ。そうですね、今妥当ですね。はい、入ってきました。おお、かっこいい。さあ、どうだ。うまい。これは綺麗だよ、完成できてるよ。サイドブレーキじゃない。あ、
あ、これ惜しいね。惜しいな、今一つ。この S 字のね、S 字の1個目をうまくついてればね。あ、危ない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 、好きじゃないですか、ああいうの。好きです。好きですね。四国で2位のあの MR2、 福島正幸くん。あ、惜しい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 。もうこんなのどうでもいい。審査員席一発目。よし、よし、よし。うまい、うまい、うまい。満足度で入ってきたぞ。うまい。お、完成できてるよ。サイドブレーキ。うまい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。うまい、うまい。うまい、よし。うまい。うめえ。よし、うまい。すごいぞ、これ。おお、山梨の MR 使い井上。ここも完成できてますよ。あ、綺麗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 。綺麗に決まってるよ。さあ、もう一本。さあ、繰り返し。あ、クリップついてない。クリップついてない。落ちたな。これはもう福島くんですね。はい、福島くんの勝ち。南部市場の小山、あぜ道の奥、八作ダムの上田。前の那須大会で4位入賞。無難になんか言ってますね。このコーナーはいい。悪くはないけど。タコ80ぐらい。吉島からたった今到着の奥。さあ、どうでしょう。うまい。うまい、うまい、うまい。裏もうまい。なかなかアクセルコントロールもいい。捉えろ。よし、それでインつけ。よしよしよし。あ、めっちゃうまい。超硬派の鉄振りを見よ。あ、サイドブレーク使ってますね。あ、でもうまい。うまい、うまい。はい、次。よし、インついた。お、綺麗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 。あ、惜しいな、そこで振られちゃった。あ、S 字がむちゃくちゃですね。この回は奥直樹くんの勝ち。山梨4位、関西2位、恵比寿4位の対決。ぶどうの木軍団、大木順次。サイドブレーキで入ってきた。入った。お、綺麗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 。いいぞ。うまい、うまい、うまい。うまい。さあ、行け。さあ、振り返せ。おーしゃー。ちょっとついたな。うまい、うまい、うまい。おい、S 字の入りもまあまあかな。漏れてるし。こいつね、下手くそなんですよ、俺よりも。お前じゃ負けない。とは言ったものね、でもね、まあ彼うまいですからね。ぜひね、期待してもらいたいですね、これね。なるほど。実力は、デブ鍋より上か、清水。あ、サイドブレーキから入りましたね。お、綺麗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 。うまい。早いぞ。ああ、これはうまい。スピードに乗ってます。よし、うまい。うまい、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 うまい。なかなかいいですね。チームカルガモの愛、島月軍団、片岡。お、新入も感性使ってきてますね。おお、いいぞ、いいぞ、結構いいぞ、これ。これはうまい。スピードにも乗ってますね。あー、クリップがつけない、クリップがつけない。ちょっと惜しい。あー、ラインが乱れた。ドリフトアンサンプル3の清水くんの勝ち。四国2位谷口と関西大会から上がってきた2人の対戦。今来たばっかりなんですけど、ちょっと練習走行なしってのは辛いですか。辛いです。まだ足回りちょっと後ろがノーマルなんですよ。あ、なるほど。広島の女殺し谷口。これでもかっこいいよ、この86は。いいじゃない、前下がりで。おお、なんかすごいとこからドリフトしてきた。うまいぞ、これうまい。うまいぞ、これ。これうまいぞ。あー、うまい、うまい、うまい、きれい。なかなかいいですね。余裕でこっち向く。さすが女殺し。タコ。山中、宇治川が地元、山本。綺麗だね。あー、クリップがつけない。あー、クリップついてないな、惜しいな。山本真嗣、惜しいな。あー、これもクリップがつけない。これもクリップついてない。アウトインアウトになってる。アウトアウトアウト。アウトアウトアウト。インがつけてないもん。三重県防止の公務員だぞ。公務員ドリフトです。サイドブレーキ使ってます。サイドを引いて。あ、綺麗、綺麗。サイドを引いて。なかなか綺麗。お、速度乗ってるぞ。あー、あー、残念ですね。うまい。ということは、はい、ゼッケン19番の、谷口くんですね。はい。ナスチャンプの平打ちに浅田新井が挑戦。箱根を攻めるブルメタのトレノ。サイドブレーキから入りましたね。はい。で、次、こっちでもいいですね。あー、砂出したこいつ。うまい。うまい。さあ、いけ、イン、ささ。あー、惜しいなー。あー、速度殺しすぎた。で、タコ。タコ80。タコ80ですね。
砂出したからだよ。今回はレヴィンのフェラーリ仕様。おお、フェイントから入ってきましたね。惜しい。あんなことしなきゃいいのにね。だから手あげるなって言ったじゃない。ああ、クリップがつけない。うまいんだけどな、こいつ。平内くんは前は MR2 でこの夏大会優勝ってことですけど、なんでまた180に乗り換えちゃったんですか？ちょっとデブダメさん見たくああいうドリフトがしたくて乗り換えたんですけど。果たして MR2 並みの走りができるか。まあこれ MR2 は絶対いいけどね。うまい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 ぞこいつ。ほら、あ、綺麗綺麗。これはうまいぞ。うまいうまい。お、S 字もいい、 S 字もいい。デッケン24番、はい、平内康雄の勝ち。はい。このブロックはかなりレベルが高い3台が並ぶわけなんですけれども、このあと後ろ2台レベル高そうなんですけど、自信のほどは？いや、やるだけのことやっています。某ドリコン大会ではかなり上位に食い込んでるとか優勝しちゃってるなんて噂も聞いてるんですけれども、どうですか？ね、でもあれは帽子であってですね、やっぱりこっちの方はかなりレベルが高いという噂で、やっぱり今日見たとか、やっぱ皆さん上手だから今日はちょっと難しいですね。そして27番、強豪揃いの最後は、あ、チームクロスの松田君、どうですか今日の調子は？前があれ優勝候補だからちょっと緊張しますけど、もう精一杯頑張ります。ドリアン三浦、ラッセル山本、クロスの増田と優勝候補の激突。ドリアンの有望株三浦直人、うまいけどね三浦も。さあ三浦君の2回目本番、うまい。さあどうだ三浦、うまい。ほら来たぞ来たぞ、ほらうまい。インもついてるよ。綺麗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 。お、綺麗。お、サイドブレーキ使ってない。うわ、綺麗に決まったぞ。おら、うまい。 CB ドリコンチャンプの山本、落としたくないよ、これ。みんなうまいよ、最後まで、ね、最後まで。お、フェイント完成ドリフトだよ、これ。サイドブレーキ使ってません。うまい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 、うまいな、うまい。ちょっとやかましいけどね。九州のアラム社、松田康史。松田康史くん、野村さんを破って優勝しますという。さあどうしよう。ああ、これもうまいね。ね、うまい。こいつうまいもん。うまい。うまい。いやいや、すごいうまい。これは松田だね、完全にね。これはうまい。黙っててもこいつ。松田くんですね。じゃあ松田くん勝ち残り。松田康史98。ドリフトアンサンブル3の三浦はキープで取っときます。キープで取ります。小ヶ瀬の原、奥多摩の原、高良さんの井上の対戦。プッツン長井の最大か、原重康くん24歳。すごいですね、これ何色なんですか？これは仏壇色ですね。あ、完璧ですよ。お、綺麗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 。お、インもついてる。うまい。さあ行け、そのまま速度転がる。よーし、うまい。ちょっとついてないけど、まあ許してあげよう。あ、 S 字もいいよ。迫力あるもん。おおおお、うまい。板金歴4年の腕前、原。ああ、これも綺麗ですね、なかなかね。1個目いいと思います。さあ2つ目、さあ2個目、スピード乗ってますね。乗ってるよ。ちょっと惜しいですね。惜しいですね。おお、あー惜しいですね。乗せてきてるな。銀タコ90っていう。90、銀タコ90。デフナシ FC で頑張る井上。クリップついてますね、ちゃんとね。あー、つらいぞ、つらいぞ。でもうまいね。お、うまい。これはうまい。ゼッケン28番、原重康くんの勝ち。あの野村健を山梨の竹内と岐阜の遠藤が打ち破れるか。おなじみの野村健くんです。どうも。拍手拍手。あ、こんにちは。どうもこんにちは。今日の調子は？調子は普通ぐらいですね。ちょっと風邪ひいて熱があるんですけど、今日は39度の熱で元気が今一つ。野村健です。うまいね、フェイントで来てるもん。さすがですね。うまい。サイドブレーキ使ってないんだよ、ここ。この緩い S 字でサイドブレーキを使って横にしてくる、うん、で、慣性で振り返して入ってくる。あ、うまい。これはうまい。さあ、2つ目。いやー、あー、うまい。いやー、これはうまいよ。これはうまい。うまいよ。このバカ者を手なんかあげるなっつうのな。
手なんか上げなきゃこの2つ目の出口でふらつかなかったんだよ。そうですね。サイドブレーキ直取りの達人。さあ行け。決まった。アウト、膨らんじゃった。クリップがつけない。クリップがつけない、クリップがつけない。インタゴ球児、シェットランブルの遠藤清。あークリップがつけない。元気あんだけどな、うん、はい、ご苦労さんでした。はい、お疲れ様。野村健の勝ち。まあ野村健と当たったのが大きな間違いだな。岐阜の木村、愛知の服部、そして地元栃木の小林の対決。金華山の木村達也。うまい、感性で流してる。うまい、流してきた、流してきた。よし、持ちこたえろ。はい、次行け。惜しいな。ここでインカつけないんだよね。はい、銀タコの90、銀タコ90。高レベルの全国大会だけにやっぱりクリップはつかなくちゃね。シューティングスターズの服部。さあ、服部が来ました。よし、振り返せ。惜しいな、服部。服部惜しい。やっぱりちょっと全国大会早かったかな。いや、でもあの服部車が綺麗だから、うん、まあ、いいか。服部車が綺麗だから銀タコの90やる。はい、ご苦労さんでした。はい、お疲れ様でしたってやつですね。ゼッケン36番小林くんのは GTR かなと思われておきつつの、なんかやけに幅の狭い GTR、はい、新型ですか。新型ですね、最近出たんですよ。最近出た5ナンバーの GTR ってですね。しかもこの割には5万キロ乗ってるんですよね。あー、もう鳴らしは完璧ってですね。バッチリです。那須大会で2位のスカイライン。さあ、サイドブレーキから入ってきた。さあ、どうだ。おお、ほら、うまい、うまい、うまい。あそこまで持ってっちゃう。これはうまいわ。小林くんですね。小林くんの勝ち。恵比寿大会優勝の小林と四国大会の2人が対戦。ご存知、行くより早い仕様。あ、こいつブレーキの使い方がうまい。車がもうフルバンクしてるな。うまいよこいつも、やっぱり。でも立ち上がりで振られたから銀タコの90。チューンド86の山根。なぜか急に出場できるようになったのでダメ元で頑張ります。これサイドブレーキ使って入ってこないんですよね。感性で流してくる、はい、感性とフェイントでね。よし、そこでインつけ。綺麗だな。綺麗。うまい、うまい。おでこの広さじゃ負けねえぜ。しよう、来るぞ来るぞ。おお、すごいすごい。あー、クリップはついてない。ちょっと速度上げすぎたかな。ここ頑張ってもらいたいですよ。うまい。こっちはついた。キレキレ。うまい。よしよし、こちらがいい。うまい。ワンエイティの勝ち。竜王峠の鈴木、箱根の酒井、南部市場の森の対戦。互角2号鈴木大蔵。さあ1個目、クリップはついた。振り返せ。あー、クリップが甘いな。ダメ。ちょっと惜しいな。タコ80くらいですね。はい。なんか前はあのレーシングビートカラーの FC に乗ってた方ですよね。そうです。打っちゃったんですか。打っちゃってました。なるほど。でもなんか来年はフォーミュラートヨタ頑張ってください。はい。ド派手な Z だ、データの境。フロントノーマルですよこれ。お、派手、派手、派手。さあどうだ。アンダー出した。残念。惜しいな。 FC のが良かったようなね。僕もそう思うよ。那須で3位の森義明。さあ1個目、サイドブレーキから入ってきた、はい、あ、クリッピングポイントちゃんとついてる。さあついて、クリッピングポイント。さあ振り返し、もう一回インつけ。インついて。よしよしよし。あ、惜しいな。ちょっと振られたかな、ね、銀タコ92。はい、42の、はい、ゼッケン42番。42番の勝ち。森義明くん。東京の中島、千葉の元砂と竹野、関東勢同士の戦い。大樽美の赤いセブン。あー、うまい。お、なかなかいい。うまい、うまい。あー、クリップ、クリップ。よし、よし、ついた、ついた。よし、よし、ついた。ついたかな。うまい。うまい。これはうまい。いいよ。これはうまい。さっきもよかったですね。銀タコ95。中央不動の黄色いシルビア。派手シルビアね。さあ、どうか。よし。あー、惜しい。あー、惜しいな。
尊敬する人は松原という竹野はオイルモロで出走不能に。と突然ここでスコールのような雨が降ってきたぞ。路面はあっという間にウェットに。熊本3位の甲口に山梨の杉本、三重の萩が挑戦。パギンギャー棒取り杉本。かわいそうですね、これだけウェットになっちゃうとね。完成で入ってきてます。うまい。さあこれはうまい。さあ振り返し。あーアウトに払ったな。ちょっと惜しいかな。これもうまい。おうまいうまい。銀タコ95。ローレル下クリッチ仕様萩。上手。さあクリップをつけ。あークリップが甘い。萩正直三重県脱落。マルヒ小口スペシャル仕様。雨降ってるから速度じゃなくてラインの綺麗さになりますね。そうラインの綺麗さとアクセルコントロールのうまさ。さあインつけ。クリップ、よしクリップついた。ついてる。よしクリップついた。どうだ、どっちだ、甲口か杉本か。杉本だね。私もじゃあ杉本くんの勝ち。梅本、滝田の九州勢に岐阜の山口が対戦。福岡から来るとですね、このハンドルもらったりとか、遠征代みんなからもらったりとかすると、いろいろ、貼っとってーとか言って、じゃあ、皆さんのおかげですといった感じで、そんな感じですよ。じゃあ、いろいろ背負って頑張ってください。胃が痛い。熊本大会2位の梅ちゃん。さあ、来たぞ。はい。さあ、インついて、綺麗に回ってるよね。うん、なかなか。きれい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 。どうする、でもちょっと元気が、元気がない。銀タコの90ですね。車売り出しやかましよう。あークリップつけない。でもちゃんとコース上ではね。おーうまいうまいうまい。おー、あの音がどうも気に入らねえな。ちょっとなんか空振りしちゃってるみたいな。タコ80。滝田オリジナルマルヒチューン。さあどうだ。田北国安、うまい、うまい、アクセルコントロールがうまい。クリップついてるちゃんと。さあそして2発目。あうまいや、やっぱうまい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 。全然うまい全然うまい全然うまい。銀タコ98。はい、この雨の中であれうまいよ。うん、うまい。ちゃんとクリップを舐めてる。霞ふ頭の遺体、金華山の平田、南畑ダムの宮崎が対決。チュッパチャップスの遺体。クリップがちょっと甘かったかな。なんか遅いですね。綺麗にはまとめてますね。イブシギンドリフト平田。さ あ完成で入ってきましたね。クリップちょっと甘いですね。さあ振り返し。さあインつけ。落ち着いて。ちょっと甘いかな。まあ、ちょっと甘いですけどもね。さあ S 字の一発目。S 字の一発目もインが甘いですね。なんか雨降ってきちゃいましたけども、ちょっとフロントのセミスリックまだ大丈夫だと思うけど、これ以上降ってきちゃうとちょっと辛いかもしれないですね。いや、雨の男って言われてますから大丈夫です。福岡 N レーシング宮崎。サンルーフ開けてるよ、雨降ってるのに。やる気ムンムンじゃないですか。あうまい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 よ。かなりうまい。なんか雨とは思えない走行ですよ ね。なかなか上手ですよ。よし、よしよしよし、アクセルコントロールうまい。よしうまい。そのまま持ってけ。 S 字の一発目。おー S 字の一発目決まった。なかなかうまいよ、ライン取りも綺麗、はい、宮崎くんの勝ち、はい、ますます激しくなる雨の中行われた個人ドリファブの2回戦ダイジェストでお送りしよう。 A ブロックではセーフティー SR のインジョージ、バンディットの秋山を破ってレスポンスの浅野が快勝。続く B ブロックではダークホース奥が優勝候補の福島清水を打ち破る。激戦の C ブロック、谷口平内がクロスの松田に屈する。野村のいる D ブロックではレスポンスの原、ノイズの小林が涙を飲む。これは E ブロック森の走り。コースはまるでアイススケートリンクのよう。稲川、森を退けて中島が3回戦進出。最後の F ブロックでは杉本、滝田を破って雨の男、宮崎が勝ち上がった。
1、2回戦の敗者を全て集めて行われた敗者復活戦。コースは超ウェットで至る所に水たまりが。これに負けるともう後がないだけに、みんなギリギリの走りを披露。全国大会レベルにもかかわらず、コースアウト、スピンが続出。ビーブルー京村、ドリアン清水、ファントム谷口、ノイズ小林、ファニーフレンズ山根、ドリテツ山岸の6台に、1回戦でシードされていた三浦が加わった計7台が、このハイドロ大会敗者復活決勝に進出。突然の雨の中行われている敗者復活戦なんですけれども、雨がひどくて水たまりが多いんで、失敗しないように頑張りたいと思います。ここまで残ったのは奇跡なようなので、もう次で落ちるでしょう。うまいよ。いけ。おお、いい。綺麗に舐めてるもん。おしよしよし、うまいぞ。これはチェックですね、十分。ドリフトアンサンブル3の清水博樹。さあ、おうまい。インついたぞ。かっこいい、これは。うまい。うまいぞ。さあどうだ、彼も結構うまいぞ。うまい。いいインのつき方してる。お、これも綺麗、これも綺麗だぞ。いいです。さあ次は悪くないぞ、これも。次はどうだ、こっちの方が上だと思うな俺は。インはいいぞ。まあ失敗ですね。ダメですね。はい、惜しいな。はい、19番、19番ですね。さあ来たぞ。うまい。迫力あるよこれは。これは 色が有利なんだろうな。うまい。うまいわこれ。うまい。いやすごいよこれ。これはうまい。山根くん。お、横にしてきた最初から。サイドから入ってきましたね。おお。あ、閉じった。惜しいな。セブンですね。おお、いいですね。いいな。36番、小林くんに決定。はい、はい、それでは次は CM です。どうぞ。それでは全国大会1回目の優勝者、そして2位、3位、この1、2、3でね、模範走行を見ていただきたいと思います。残念ながらウェットコンディションとなってしまった模範走行。デブ鍋、吉田、プッツン長井の 86S13 編隊に混ざって走るこの FD3S はドリキンの車。危ねえ奴らだな、本当にな。しょうがねえよな。そしてヒゲの泉田が操るのがこのド派手なサニトラ。こっちのレビンは山梨ぶどうの木軍団。それじゃ最後に第1回全国大会チャンプデブ鍋のステアリングさばきをご堪能ください。デブ鍋が乗るのはチームクロス増田くんの180。今回のエントラントたちとどっちがうまいかなと。いやー、それにしても個人戦すごかったですね。やっぱりね。ねえ、やっぱり全国大会だけありますね。毎回やってますね。もうさっきからおじさんしてます。はい、それでは団体行ってみたいと思いますけどね。はい、団体もすごいですよこれ。もうつきっぱなしみたいな。楽しみですね。もうベッドでスリップしてるんですよ。という感じで団体戦行ってみたいと思います。はい、それではどうぞ。どうぞ。お、いいじゃんいいじゃん。おー、いいじゃんいいじゃんよ、いいじゃんよ。おー、いいじゃん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 。おー、優勝チームイーストマジック。イーストマジックですけれどもね、なんかイーストマジックが名前を変更したということで、
ダーン。横浜の皆さん見てますか？横浜軍団です。これ何これこれ？ビーブルーレーシングです。これなんかキャンバーの付けすぎっていうすごいねこのキャンバーね。キャンバー付けすぎだよこれ。これなんかアンダー出してぶつかったかなというそんな感じがしますけど、ね、アンダーみたいなね。リアスポなんとかしてほしいね。なんか千葉みたいな。これもなんかひでえな。やっぱりこっちの方がいいかな。から1個目入ってくる。さあ変態整えてきお綺麗な出方してきてるぞ。最初は2つ目で。よしあいつが足引っ張った。あいつが足を引っ張った。ゼッケン3番京村タコだね。タコ80。タコ80。タコ80。はい。いけいけ。うまい。うまい。拍手。これは綺麗だ。危ない危ない。あ、綺麗綺麗。よく抑えてる。ああ、これはうまい。これはうまいわ。うまい。コンドーム使ってる割には子供ができてるよ。山田君のこと。これはいいですね。これ10点プラスだね、もう。コガネムシ86。汚いですね。自分で塗装したっていうね。もしかしてこれ自分で塗ったんじゃないの。渋い。今時こんなホイール入ってるやつはいない。作る。なんか武田信玄の騎馬隊みたいですけど。山梨代表バンディット。距離もいいですね。そうですね。だんだん近くなってきてるな。1、2、3。よし、4台とも決まってる。まあまあまあタコレベルですね。あ、もう一周あります。さあ、うまい。上手。インタコだね、これ。あ、なんか一人。あ、一人もあった。大きくかましてるけど。大きくかましてね。でもいいんじゃない。スリップストリームの優勝。ベッドでスリップストリーム。あー、一人で受けこういう、いるんだ、こういうケバいやつが。このローターに穴を開けても持たない。峠でも何でもそうなんですけど、サーキットなんか走ると一気に冷却されてパッキンと割れる。金持ちでなければできないチューニングですね。そうですね。今日やるとこはやったっていう。綺麗にまとまってるこの車、珍しく、うん、すっきりまとめてるね。なんかなかなか綺麗。これ大したもんだよこれ。一緒に連れてきてもらったの。誰に連れてきてもらったの。え、誰に連れてきてもらったの。あの人ってあのパンチパーマみたいな全日本チャンピオンだとか言ってないんじゃないのか。いつ、いくつなの。19です。19だよお前。販売ですよね。五段座のキャバレーにも19の女がいたと思う。さあ、もううまい。さあ来た。1、2、3、4、5。うん、まあまあ。1、2、3、4。うまい。さっきより感覚詰めた。後ろのセブンがうまい。後ろのセブンがうまい。あ、でもまあまあかな。タコ88。はい。福岡ナショナルレーシングということで、なんか はい、どうもありがとうございました。あ、すいません。何カット。他のチームってこんなことしてないよ。全国大会だとみんなね、マジになっちゃって、インタビューなんかでももうなんかピクピクしてんだから、お前らぐらいだよこんなことやってんの。今日はこれぐらいしてる。梅本、宮崎、甲口がいますね。はい、腕は悪くない。あ、怖い。あ、でもまあまあかな。ちょっと間空いてるなここ。なかなかスピードはいいですよ。スピードはいいよ、ね、はい、銀タコの90。すごい、 MR2 すごい。すごいですね。すごいよ、ね、おー、決まったぞ。これはすごい。
今すごいです。山でもすごいですね。おーこれすごいですね。なんか原田が最後に決めて、やっぱりこれ銀タコ97にしよう、決まりましたね、はい、岡山県代表サニーフレンド。さあそれでは、あ出てきた、つやさん、すごく代表ですけれどもね、私がドリケンですみたいな、みんなドリケン、もうちょっとうまく書けないのかな。だか信じられるやな、こんなトレーナーまで作っちゃうという、みんなでお揃いで来てるというイカ天なのに FF で出てくるという掟破り、土屋さんのおかげです。そうだろうな。よしみたいな。さあ1、2台はいいですね、このトップの2台はね。最初のトップの2台いいんだよね、十分感覚も詰まってるし。ああまたMR2 が足を引っ張った福島正幸。イカだね。イカ70。いい。これはいいましたね。決定ドリフトシングル3の優勝。なんなんだここは。ドリフターさんの3は86軍団という、そうですね、ね86でここまで全国大会まで持ち上がってきてしまうという。おい何やってんだよ。いやあのドリフターさんも3ですから一応あの出てきた車がないという話なんだけど、優勝のりちゃんもすごい前回のすごいですね、このチームはね。だから個人も団体も持っていってしまうというドリフターさんの3です、はい、ここにプッツン長いはオプションビデオのポチです。さあラスト1本、はい、ドリフトアンサンブル3、まとまりはいいな。あれ距離いいんじゃないですか。距離いいよ、いい感じだね。いいけど3台目が足引っ張ってる。さあどうしよう。銀タコ90は行く、全国大会の優勝レベルには至らない。今回優勝団体優勝はなしにしようか。なし。さあそれでは準決勝、8台がね残りましたけれども、はい、これで行ってみたいと思います。それではどうぞ。ベスト8の最初の対戦、浅野と奥。すごいこと言う。うまい。これは綺麗。うまいよ、でも彼は迫力もあるし。うまい。ほら。よし。うまい。うまい。こいつなかなか丁寧なんだよね。おー、インもついてるし。さあ次どうだ。速いこいつのスピードは。速度もある、うん、このまま行け。こっちだな、早い、うん、14番だね。奥直樹くんの勝ち。はい、お次はクロス松田とノイズ小林。松田康志くん24歳、福岡県、はい、うまい、これもうまい。うん、インついてるよこれ。あ綺麗だね、綺麗。よしよし、うまい、うまい。これはうまい、うん、ここはゆっくりくんだよね。ここはうまいんだよ。お、すごいぞ、こっからなんですよ、こっから。迫力だな。こっからうまいよね。あ、残念でした。落ちてしまいました。186野村と FC 中島。野村くん、福岡県代表。さあどうだ。うまいね、こっちもうまいよ。野村はうまい、うまい、これはうまい、綺麗に。これはちょっと半端じゃないね。さあインも舐めた、綺麗に。うまい、これはうまい、これは迫力だよ。銀タコ98、はい、銀タコの98。うまい、お前か、うまい、スピードもある、迫力もある。あー綺麗に舐めてる。あいいぞ。あいい。次はお、次は持ってったよあいつ、やっぱり。うまい。銀タコ97。1点差だねこれは。野村の勝ち。福岡の宮崎とファントム谷口。はい、54番の宮崎よしみくん。落ちたやつ。福岡県代表。はい、うまい、銀ついてるぞ綺麗に。これはうまい。よし、うまい。わあうまいよ、うまいぞこれは。これはうまい、
まい。ほら。さあ行け。うまいな。ほら来た。振り返し。早いぞこいつ。うまい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 。アクセルコントロールもうまい。いいな。行ったこと98。どっちにする土屋さん。54番19番両方通したいと思います。決勝まで勝ち残ってきたのはゼッケン14番奥くん、はい、そして27番松田くん、はい、ゼッケン31番野村くん、54番宮崎くん、はい、そして19番の谷口くんという5台が準決勝に残ったという、はい、ピットの吉村くん。はい、こちらピットの吉村です。今こちらにですね5人 のこれから準決勝を走られるドライバーをお迎えしているんですけれども、あの真ん中になんか猿みたいなのがいますけど、変なのがいますね。186のドライバーのなんか、ね、九州から出てきたというゼッケン31番ですね。今日のコンディションは意外、今日は意外、ね、今朝ちょっと遅刻してきたもので、うん、練習走行全然走れなくて、ね、それにしては ぶっつけ一発でなんか準決勝まで来てしまったという、うん、なんか僕より上手い人いっぱいいるんですけどね、うん、そうですね、組み合わせが良かったのかな。車の調子はどうですか。車の調子は、うん、雨が降り出してフロントがセミグリップだからちょっと流れるんですけど、ええ、まあ、ここはちょっと頑張っていきます。ドリフトを覚えたのが雨からなんで、そこまで苦手じゃないんで、まあ、ぼちぼち頑張りたいと思います。有力ですね。すごい。続いて19番谷口くん、はい、なんかこいつヤンキーで、なんか危ないな。いいな。なんか姫、なんかこの中でどれか一人いい男いるって言ったらどれがいい。そうですね、はい、はい、どれがいい。これですね。なやっぱり野村くんでしょう。野村さんですね。憎めないですよね。それでは準決勝行ってみたいと思います。はい、というわけで準決勝奥と松田だ。握りしめた銀タコはいかに。うまい。さあインはついた。綺麗。完全にクリップをついてる。お、これもスピードに乗ってる。うまい。お、奥の方が強いかな。これは奥は歓声で振ってきますからね。さあ来た。うまい。奥直樹に決定。はい、こっちのブロックは3台の対戦。この辺のスピードがすごいね、こいつはね。乗ってるよ。ああ、ほら、ほら、ずっと振ってるもん。あ、ほら、速度乗ってるもん。うまいな。速度も乗ってる。ちゃんとクリップも舐めてる。すごい、うまい。上出来ですよ、もう。あそこまで行けば大丈夫、大丈夫、あれぐらいで。うはははあ、これもうまいね。うまい、うまいぞ、うまい、うまい、うまいぞ。うまい、これもうまい。この辺も踏んでる。うん、ね、ちゃんと踏んできてるよ、これ。ほら出てきた。綺麗。うん、うまい。谷口綺麗。うまい、これはうまいよ。困ったぞ、これは。宮崎が落っこちて、谷口と野村。これ決勝さ、3台一発勝負でいきたいと思います、はい、さあそれでは決勝戦、ゼッケン14番奥くん、ゼッケン31番野村くん、そしてゼッケン19番の谷口くんの3台が決勝進出です、はいはい、まあ最後スピンしないように頑張りますので、うん、お願いします。お二人同じチームの人に囲まれてですね、僕は一番シャコタンなんですよ。ちょっと見てください。ここシャコタンね。ちょっとやばいですね。こういうくだらないことをあんたのお父さんはするの。シャコタンね。あの谷口いい男だよね。ちょっとヤンキーっぽくて。眉毛くんだね。うん。眉毛剃ってんの？書いてる。剃ってません。うんとけ。うちでこう抜いてんだろ。ピンセットかなんかで。さあそれでは決勝戦行ってみたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。残ったのはこの3人。綺麗だね、こいつのドリフトはね、うん、パワードリフトで持ち込んでるね、サイドブレーキじゃなくて、うん、俺もアクセルだけで回ってるよ。もうインは必ずついてるもんな、うん、綺麗だよ、ほんと綺麗で、そのまま持ちこ、うん、オッケーオッケー、綺麗だな。さて、さあ野村、さあ野村君の2回目。さあ振り返しで入ってくる。さあ入ってきて、これも迫力あんな、やっぱり。これは速いな。これも速度ある。速い。野村か奥か、
さあ谷口、今度は速度乗ってるな。あ、谷口速度乗ってる。おー、うまい、うまい、きれい。困ったよこれちょっと。まずドリフトが綺麗に決めても、うん、派手に決めても、うん、遅いとできるんだよ結構、うんうん、だから速さだね。速いスピードでやるっていうことになると、うん、14番の奥か野村のどっちか、もう一回回してみようと2台で。そういうことですね。こういうことになりました。そして谷口くんが3位は決定です。はい、さあそれでは優勝決定戦どうぞ。チャンプは奥か野村か。早いんだよなあいつ。早いんだよ、この進入が早いんだよ。ここが早いのよ。こっから一挙に持って、あー、まっすぐになったな。ちょっと進入がね、あー、こっからのスピードがすごいんだこれ。ほら迫力あるもんこっちの方が絶対で。横にすんだろう。あー、ちょっと車速が落ちてないんだよこれ。でそのまま、あ、そのまま持ち込むでしょ。ほら、うわ、ゼッケン14番奥くんの優勝。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。なんかまだ信じれないですね。本当に奥くんのねドリフトっていうのは車速が乗ってて、でコントロールが全然ぎこちなくない、ふらつかないし、で車速が乗ったまま進入してきて、そのままの車速を維持しながら出てくるという、なかなか高度なドリフトですよこれは。で野村が今失敗しなかったら S 字の一発目、野村に決定的に決まってたね。そうなんだよね。S 字の、裏から出てくる時のバックストレートから S 字に至るまでのスピードっていうのは野村が圧倒的に速いの。だからもう野村がミスしてくれたおかげまあ逆に言うとそうなったんだけど、なんでこいつが出てこなきゃいけないんだよあの野村健を破って第2代イカ天全国チャンプの座についたのは86のオックン。3位の谷口くんもそうだけど、広島から遅刻してきて練習走行全くなしってのがまたすごい。一方団体部門は悪コンディションってこともあって優勝はなし。まあいずれ団体だけのリターンマッチを予定しているからお楽しみに。今回の1位と2位はマカをご招待、そしてタイヤメーカーさん各社のご協賛によりタイヤ1セットずつ送られたぞ。イカ天はついに第3ラウンドに突入だ。ドリフトに情熱を燃やす君の応募待ってるぜ。どうも何か足りないなと思っていたらこの人がいなかったんだべ。マルアさん、今回は何してんの？はい、2ヶ月ぶりのご無沙汰です。ここはですね、オプションファンなら誰でも知っている晴海の東京オートサロの会場です。今日は私はこんな格好で何をしているんでしょうか。ちょっと目つきが危ない、お姉さんがなんかすごく危ないですね。あ、ちょっとこんないい思いをしていいんでしょうか。ちょっと、そうです、踊りに来たんです今日は。じゃあ一緒に踊っていただきます。あ、怖い。というわけで、これで。まずはセントラルからはコンクリートシルビアにも使われているブレインを1名様。そうそう、何気なくね。何気なく。いや、東名自動車からはダイレクトなブレーキフィールを約束する MCS を3名様に。山本さん、これは何用のメーターなんですか？これはね、シルビアとか180のメーターなんですけどね。あ、いいメーターですねこれね。高いですね、48,000。そう、あ、いいですね。これブレーキはこれは何用ですか？これはね、セドリックグロリアの Y32 なんですよね。あ、ってことはこの車用のですねこれ。あ、この車用ですか。ありがとうございました。失礼します。大胆。こういう客が大好きな山本さんとこからはシルビア用メーターを1名様。あ、これいいですね。これって品物ありますか？あ、これですか、はい、あ、いいですね。これでもな、他のこれタイプってもうないんですか今？一回見てみます。ちょっと見てもらいます、はい、まるは会心の一撃、ゴメックスエアロミラーを1名様。うまいやってたなこいつ。どうもごちそうさまでったの甘さんちからは高性能オイルを4名様。
車検対応型メガホン構造のアペックスのマフラーを1名様。いやー、マラーさん、元気な時はどっちかな、握ってみてよ。多分こっちだと思うんですけど、ニカさんどっち？あ、僕ですか？本当にこっちかな。あ、そうですか、それはそれは。どうもごちそうさまでした。というマインズからはダイレクトシフト2名様に。聞きの良さには定評あり、Dスピードからはブレーキパッド大量にいただき、裏技コルスからは走りが変わるバンプラバーを太っ腹10名様に。お？ちょっと、あ、そこまでやる、そこまでする。マルア君、無茶したらあかんがなと、エチケース関西よりピロテンシャンロッド1名様に。そしてブリッツからはターボタイマーを1名様。ニャンちゃんの定額姿で人気集中のプロ M からはスタッフレザージャケット1名様に。 ARC からは冷えすぎて困るシルビア用インタークーラーを1名様に。すみません、ちょっとこれ見たいんですけど、ちょっといいですか、裏見たいんですよ、裏。いいですか、すみません。あー、こうなってんですね。あ、まんまと騙されたトラストからはアクセルレスポンスをアップするエアインクスを1名様に。オプトからは毎度おなじみグランパスグッズの数々、新春一発目から大盤振る舞いのプレゼント、詳しくはアンケートはがきを見て応募するべし。以上、ビデオオプションボリューム22、いかがでしたでしょうか。当初75分の予定をはるかにオーバーし、またしても90分の超特大号になってしまいました。イカ店とオートサロン、いやーになるほど楽しめたかな。え、桃尻天国がなかったってん。桃尻ファンの方、ご安心ください。次号ではさらにパワーアップする予定だから、待ちちくれー。また読者からの桃尻版投稿ビデオの応募、切実に待っております。個人的ですけどもね。あ、そっか、今わかった、あのマカウの2人、イカ天全国大会のやつらだったのか。次号23号は4月下旬頃発売予定、予約しろよ。対決？この若者め！バカ野郎！そうか。ここでアクセロン。自分を弟子にしてください。